チームが日本と韓国で初めて開催する単独コンサートのチケットを相次いで完売させた。チームは2月17から18日の2日間、ソウルエニシ西非簡素、国ある KBS アリーナで2024チームコンサートツアー一重引用譜ファースト PAW プリント一重引用譜を開催する。ソウル公演の場合、 1>, 1月24日にファンクラブ会員限定の先行予約、25日に一般販売が行われ、全2公演のチケットが全てあっという間に完売となった。ソウルよりも先にチケット販売を開始していた京都、福岡、埼玉、宮城、神奈川、愛知、大阪の計7地域で開催される日本公演も完売を記録している。 最強の集客力を証明したチームは、世界中ファンの声援に応えるため、3月6から7日に2日間にわたって神奈川で追加公演を開催することを発表した。これによりチームは、ソウルを含めた啓発都市で全22回公演を開催し、チームの先輩特許であるパワフルなパフォーマンスで観客を魅了する予定だ。チームは21日、 京都で地震初のコンサートツアー、2024チームコンサートツアー一重引用譜ファースト PAW プリント一重引用譜の幕を上げた。メンバーたちは、一層成長した姿をお見せし、より多くのルーン、ファンの名称の皆さんに会いたいとコメント。27日には福岡で公演を行う。 HYBE の日本本社参加 HYBE ラベルズジャパン初のグローバルグループチームエンティーム初のコンサートツアー2024チームコンサートツアー一重引用婦ファースト PAW プリント一重引用婦の韓国公演にデイズのチケットが24日午後8時の発売開始直後に即完売したことが明らかになったチームは 今月21日の京都公演から初の単独コンサートツアー全22公演をスタート。海外公演として行われる2月17.14日の韓国ソウル KBS アリーナ公演のチケットが即完売の勢いを見せている。昨年11月にリリースしたファーストアルバムファーストハウリングナウ収録曲を中心に ツアーのためだけに準備された特別なパフォーマンスと、ジャンルを超えた多様な音楽性の楽曲を楽しむことができるステージは、3月7日のパシフィコ横浜公演まで続く。